こんにちは、ひめかです。今から楽屋の紹介をしたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあ楽屋に入りたいと思います。みんながいます。イエーイ。奥でくりももちゃんがメイクしてもらってて、アリアとゆらりが外出で喋ったり食べ物を食べたりしています。いつもこうやって音楽がだいたいかかっています。これは名入りのマイクです。ピッティさんが作ってくれました。ありがとう。ありがとうございます。映画カメラ貸して。はい、ありがとう。イエーイ。すっごく明るく笑って喋ってます。さっきも怖い話してました。怖い話と恐怖体験です。はい、アリアン怖い話してました。以上、中継でした。バイバイ。バイバイ。え、バイバイなの？バイバイじゃないよ。今、あそこに中継がつながっています。ふみかさん、ふみかさん、はい、どうぞ。じゃあ、くりももちゃんの準備が終わったら、いつものセットの場所に撮りに行きたいと思います。どうぞ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。じゃあ次は楽屋紹介パート2いきます。いってきます。ゴー。あるよ。涼しい。室内はクーラーが首の後ろがすごく汗。レッツゴー。エレベーター、屋上ベランダみたいなとこでやったんです。エレベーターが開いた。暗いエレベーター。私エレベーターのボタン一番大好き。今日みんなね、ピンクラテとフィラと、はい、フィラのねコラボ T シャツの色違いと、スカートプリーツスカートの色違い、タグ付きのやつ、みんなで色違いなの。イエーイ。じゃ楽屋に着いた。まずみんなの持ち物、飲み物とバッグ、ポーチとオレオ。じゃあ最後、まずここは楽屋じゃなくていつも撮っている場所です。ちょっとある企画の行事でいつもとセットが違います。実験みたいなセットです。はい、楽屋に来ました。いつもはこの机の一番端のここでメイクしてて、今もうメイク終わったのでないんですけど、すごいありえないぐらいメイク道具めっちゃいっぱいあるんですよね。100個ぐらいあるよね。じゃあ最後もう準備して、もう終わったので準備して帰ります。バイバーイ。バイバーイ。